皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国が米国から購入した高高度無人偵察機グローバルホークの不具合について、韓国政府が米国側から約5億円の保証金をゲットしたってニュースと、最新型装輪装甲車の指揮所型の開発が完了したってニュースを紹介するね。グローバルホークの欠陥については、昨年の10月に報道された際には、1号機のランディングギアのオイル漏れと2号機の制御センサーに欠陥が発見されたって話だったんだけど、今回のニュースでは3号機と4号機に不具合があったって言っていて、昨年のニュースが間違っていたのか、導入した4機全てに欠陥があったのか、はっきりとはわからないよ。指揮所車両開発完了の話は、ベースとなった K808 装輪装甲車の開発開始が2012年、今回の指揮所型車両の量産開始が2022年ってことで、休戦中の国にしちゃ随分と余裕のある開発を行っていたみたいだね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。欠陥グローバルホークの保証受ける、米国 FMS 発の事例。韓国軍が米国政府と米国軍需メーカーから無人偵察機の欠陥などの理由で56億ウォン規模の保証を受けることになった。27日、軍によると韓国軍は高高度無人偵察機グローバルホーク生産会社のノースロップグラマン社から44億ウォン、米政府からは12億ウォン相当の損害保証を受ける案が最近決定された。今まで4機が国内に入ってきたグローバルホークに隠し欠陥が発見された上に、当初の導入時期が守られなかったことにより、韓国軍に複数の損害が発生したためである。グローバルホークは、民間企業が生産する兵器を、政府間の契約で取引する対外有償軍事援助、FMS、方式で購入したもので、この方式で販売された兵器の保証が行われたのは今回が初めてだ。軍はグローバルホーク4機で、1セットを2018年8月に導入するために、1兆1000億ウォン、1機あたり約2700億ウォンの契約を米政府と締結した。しかし、米政府がサイバーセキュリティの強化と技術的な欠陥などを理由に、計画より1年以上遅れた2019年12月になってようやく1号機が導入された。それ以降、昨年までに4機が導入された。しかし、導入の遅延だけでなく機体自体にも問題が発見された。3号機は不具合のある通信ケーブルが装着されていたため飛行ができなかった。4号機は、着陸装置のオイル漏れが発生し、映像を撮影するレドームは、破損した状態で装着されていた。さらに、センサー制御装置にも不良があり、通常の任務遂行が不可能なことが分かった。導入された4機のグローバルホークは昨年1年間の目標飛行時間、850時間の 70%、600時間しか飛行できなかった。グローバルホークで撮影した映像を分析する読影処理システム、TCPED の構築も遅れた。TCPED は、2019年9月にオサン空軍基地に構築する予定だったが、米国政府と開発会社の間での交渉が遅れ、昨年5月になってようやく構築が完了した。国防部は昨年9月、韓米統合国防協議体、キット、会議を通じて米側に公式抗議した。防衛事業庁は、米政府と20以上の保証案も協議した。結局、米側は試験飛行時に発生した不具合については、ノースロップグラマン社が44億ウォンを支払い、米政府が空軍運営要員の教育、機器と消耗資材、エンジン制御ソフトウェアのアップグレードを無償で支援することにした。国防部は、米国側の案を金額に換算すると、56億ウォンを超えるものと判断している。政府関係者は、グローバルホークを導入した国は、米国を除けば韓国が初めてで、交渉が容易でなかった、とし、不具合のあった装置が交換されれば、通常の任務を遂行することが可能になるだろう、
と述べた。ヒュンダイロテム、車輪型指揮所車両開発完了。ヒュンダイロテムが、戦場で私たちの陸軍部隊を指揮統制する、車輪型指揮所車両開発を完了した。ヒュンダイロテムは、防衛事業庁から受注した車輪型指揮所車両のシステム開発を完了した、と26日明らかにした。ヒュンダイロテムは2017年に車輪型指揮所車両のシステム開発事業を受注して、昨年12月に戦闘適合判定を受けて、国防標準化を終えた。今回開発が完了した車輪型指揮所車両は、ネットワークベースの戦闘指揮システムを装備、リアルタイムで戦場情報を共有し、迅速かつ効率的な部隊指揮が可能なのが特徴である。これにより、陸軍が推進する人工知能、AI、ベースの未来型地上戦闘システムである、アーミータイガー 4.0 の主要な機能を実行することになる。車輪型指揮所車両は、車輪型歩兵戦闘装甲車、K808 の系列にあたる車両である。山岳地形と河川が多い韓国の地形に最適化され、パフォーマンスを発揮するために被弾時にも走行が可能なランフラットタイヤ、タイヤの空気圧を自動的に調節する空気圧調整装置、と可用推進装置を採用した。また、化学兵器の防護が可能な加圧装置を適用して戦闘生存力を高めた。また、車両の内部に先端ネットワークベースの戦闘指揮システム機器と、リアルタイム操受信システム、スクリーンなどが設置されており、移動中でも体系的、効率的な戦闘指揮が可能である。従来は、リアルタイムで正確な軍事作戦を指示するために、固定された場所に指揮所を設置しなければならなかった。それだけでなく、既存の車輪型装甲車に比べ室内高を高め、乗員の利便性を向上させ、車両上部に指揮用テントを積載し、ベッド搬送車なしで、すぐに指揮所を設置することができる。補助発電機も完備されており、エンジンが故障しても戦闘指揮統制が可能である。特に、今回開発された車輪型指揮所車両は、国産化率が部品数ベースで約 98% に達している。高い国産化率により故障が発生しても、スムーズに軍需支援が可能となり、作戦空白を最小限に抑えることができ、メンテナンスコストの削減も可能である。車輪型指揮所車両は、約1兆2000億ウォン規模の量産事業が予定され、今後追加受注も期待される。ヒュンダイロテムは、ヒュンダイ自動車グループのコア技術を反映した、車輪型装甲車システム開発のノウハウをもとに、車輪型指揮所車両をはじめ、30ミリ車輪型対空砲の車体などの車輪型兵器システムを系列化したことがあり、医療用キットを配置した車輪型の救急搬送車も開発中である。また、軍の所要に合わせて様々な武装システムの搭載が可能なように、性能改良と系列化を通じて、車輪型装甲車のラインナップを拡大する計画である。ヒュンダイロテムの関係者は、現在軍で運用されている車輪型装甲車の開発と量産能力に基づいて、車輪型指揮所車両の開発に成功した、とし、車輪型指揮所車両に、アーミータイガー 4.0 など、韓国軍が推進する未来型戦闘システムを支えて、機動化、ネットワーク化、知能化された味方部隊の機動監視機統制を確保し、国民の安全に貢献することを期待する。と述べた。ってことで、一機200億円を超えるグローバルホークの導入試験をまともに行うことができなかったことに対する保証金が4億円、米国政府の無償援助が約1億円相当ってことで、米国としては不良機体の処分を随分と安く済ませられたみたいだね。指揮所車両の話は、アーミータイガー 4.0 っていうよくわからない、歩兵部隊の近代化に対応することができるようになるってことなんだけど、歩兵部隊の装備が AI 化とかいうのに対応するために更新されなきゃいけないんで、いつそれが完了することになるのかな？
知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。